どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、いよいよもうちょっとで3月、卒業シーズンでございます。で、卒業、のね、まつわるいろんな曲、今ここにね、季節の中のところ、春のところにあるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあまあ、いろんな卒業ソングを今までガズレレでもかつてやってきたんですけど、あります。一番いい卒業ソングがありました。仰げば尊しでございます。仰げば尊しをもう本当に超絶簡単バージョンでやりますんで、ガズレレ流ですけどね。はい。で、いつものように2バージョンやりますが、最初のバージョンと後のバージョン、ちょっと今いつもと違うブロックのタイミングがあります。ちょっと解説しますけれども、コードは3つ。ないしは4つです。はい。これをですね、本当に心を込めてゆったりその感謝の気持ちで卒業に歌う。やりましょう。はい。いつものように2バージョンね、さっきも言ったんだけど、最初のバージョンはもう本当に超絶簡単バージョン。後半は、ちょっとあのね、いろんな、かっこいい、渋いアレンジを加えて、仰げば尊しやってみようと思います。さあ、思いを込めて歌いたい曲、思い出の曲、大好きな曲、歌うの最高ですけど、楽器と一緒に歌う弾き語りっつうのがこれが最高でございまして、ぜひ皆さん始めてもらいたいなと思うんですけど、本当に楽しいんですよ。だけれどもね、やっぱりね、わあ、私は楽器は無理だな、やったことないしとかあるじゃないですか。もうピアノとかギターだったら難しいですよ、確かに。ウクレレさんはね、簡単です。で、奥も深いですから、ずっと続けられます。まずでも最初にやるにはすごく良くて、弦も4本しかないでしょ。あとちっちゃいんで、どこでも持ち運びできる。この辺がいいところでございます。しかも今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルをご覧になって、一緒にウクレレ触ってるだけで、あれよあれよと、私弾けちゃってんじゃん今ってすぐなると思います。これはぜひ始めてもらいたいです。YouTube ですからね。いつでもどこでもスマホでも見られるし。ちょっと掃除してる間、あ、疲れたって休憩の時にペッと見てこう一緒にやる。こういう豊かな時間が増えると思いますよ。さあ、しかも YouTube だったら無料だもん。どん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 面白い音楽を自分でやる。これやってください。もうちょっとしたらここにリンクあります。ここら辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行ってもらって、数字の1から順番に動画を見ていくだけでございます。さあ、貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってください。どうぞ。はい、いってらっしゃい。そこにはすでに私が取りためたもう700曲近い、ありとあらゆる音楽。ウクレレ簡単動画として上がってます。最新 J-POP から定番の J-POP、夏メロから昭和歌謡曲、演歌からアニソンから洋楽もあるよ、ハワイアンもあるよ、もうありとあらゆる。もうほぼ毎日アップロードしてる。さっきのリンク先の下の方にリストになってますんで見に行ってください。さあ、それでは、思いを込めて、仰げば尊し。まずはすごい、もう超絶簡単バージョンからやろうと思うんですけど、コードは3つです。そしてですね、いつものようにこのワンブロックね、いつもワンブロックに4回弾くのがガズレの基本なんですけど、この曲はですね、ちょっと面白いリズムで、6拍子になってるんですよ。で、簡単バージョンではね、このワンブロックで2回弾く。これ覚えておきます。後半のかっこいいバージョンはまたちょっと違います。はい。そんなことを覚えて、だから2回だから簡単ですからね。じゃあ早速やってみましょう。仰げば尊し簡単バージョン、やってみます。ワン。仰げば尊し我が師の教えの庭にも早行くとせ思えば愛しこの年つけ今こそ別れ目弥生
励めよ。今こそ別れ目、いざさらば。せーの、じゃかじゃん。最後じゃかじゃんがちょっとスカッとしてる。じゃかじゃん。はい、やってみました。はい。シンプルですよね。逆にゆっくりすぎてちょっと困るって感じですよね。いつものようにワンブロック2回でやると結構あんな感じなんですよね。これでも逆に言うと初心者の方はこれ結構ね、ゆっくり考える時間があるんで、ぜひこの曲でウクレレデビューっていうのももう大変にありなことだと思いますよ、皆さん。これいい機会ですよね。卒業式で歌うウクレレの、いや、曲をね、ウクレレで最初にマスターするとか、またこれ面白いと思います。はい。じゃあ、早速、動画内のテロップと一緒に合わせてもらうのもいいんですけど、やっぱりですね、自分でノートに書いて、それを見ながらね、やりたいわけですから。はい。で、これをね、こんな風にメモるといいよってことで、私のノートを見てもらいたいんですけど、さっきも言ったんですけどね、ほら、ワンブロック、これ、スラッシュとスラッシュ C があったら、簡単版は2回弾いてね。かっこいい版は6回弾いてねってことになるんですよ。なんで今やったシンプル簡単バージョンはこのワンブロックで2回弾くってことですよ。1、2、1、2、1、2、はい。で、ここには2個変わるときは1個ずつですよね。ワンブロック2個だから CC、FC って弾く。これが肝になります。はい。で、これ1番はちょっと大きく書きました。はい。で、コード進行全く同じで、本当は3番まであるんですけど、今回ガズレレで2番までにして、ちょっとなんていうの、この、大きさをちっちゃくして変えたんで、歌詞をね、変えていくだけですから。基本的にはこのコード進行。だから、ここを一時停止してメモってください。で、これ同じの変えて、2番、3番と歌詞を足していくというイメージですね。はい。はい、出てくるコード。今やったのは、入門3つのコード、C と F と G7。この3つでいきます。これはウクレレ習ったその日に覚えるやつですから。一応ですね、皆さん C と F と G7、これはね、わかると思うんですが、先ほどのね、初心者リストここというところに行ったら、まず最初に覚えるコードなんです。なんですけど、今日は皆さんこれからのことを考えましてですね、8個のコード、入門コードをここでシェアしたいと思うんですけど、ドン、こちら、ガズレレ必須コードっていうのがあります。8個のコードのグループを言っております。必須だから覚えた方がいいよってことですけど、コードっていうのは実はですね、本当にたくさんあるんですよ。山ほど、星の数ほど。全部覚えようと思ってもそもそも無理で、いろいろどうしたらいいか分かんなくなっちゃうってことがあるんですけど、ガズレレの考え方は、まずこの8個のコードだけを最優先で覚えてください。しかも超簡単なんですよ、これが。そうしたら、今ご覧になっているガズレレ YouTube であるいろんな曲、8割9割はもうできるっていうことになりますから。以前その分かりやすい、8個のコードを分かりやすく解説している動画を、ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先に行ってお勉強してください。これ楽しく覚えられる。本当にいい動画ですから、自分で言っちゃうけどね。楽しく覚えて。で、まあ今日はね、そうは言ったって、このもう本当に超絶簡単コード3つですからね。はい。これでやりました。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説。かっこいいバージョンは一回 D7 が入ってきます。この D7 ももちろんさっき言ったガズレレ必須コードの中の一味メンバーなんで、そこで覚えてもらいたいです。これも簡単コードなんでね。で、一回でちょっと出てくるだけです。で、さっきも言ったんですけど、これね、見てください。かっこいい版はこのワンブロックで6回行くんですよ。かっこいいバージョンではこのワンブロックに6回弾いていく。1、2、3、4、5、6です。ここで言うと、このワンブロックで F と C って書いてある。F です。F で、3回、C で3回だよね。F、F、F、C、C、C。ワンブロックで6回ですから。まあ、そんなことになっております。はい。それで、今日の提案なんですけど、見てください。1番のここは、普通に6回弾こうと思います。こんな感じです。あおげあと、1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。右手で6回ワンブロックダウンで優しくいく。で、2番からは、ちょっとやりたいと思います。2番見て。2番は3連のアルペジオでやってみようかと。3連のアルペジオっていうのは 3×2 で6でしょ。だからまあこういう風にまあイメージするんです。3連のアルペジオと私でガズレレでは言ってます。こうです。上がりに物にし、心の恩。3連のアルペジオ。これで2番はやってみよう。この3連のアルペジオのやり方、以前分かりやすく解説している動画をここに貼ります。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというところがありまして、そこの中から3連のアルペジオ、ちょっと探して練習してみてください。そう、だいぶね、こう、しっとりした雰囲気の感じが変わるんで、それもちょっと見ていただきたいと思います。
今回の、かっこいいバージョンはそのぐらいで、コード進行がちょっとさっきも言ったんですけど、D7 が出てくるところがちょっと出てくるかなということで、出てくるのはここら辺のことなんですけど、さっきは F と G7 でシンプルにやってて、ここちょっとね、コード進行変わります。これ要注意でございます。はい。そんなことを踏まえながら、仰げば尊し、心込めて、かっこいいバージョン、やってみる。せーの、ねやっぱりガーッと変わりますよね、このね、雰囲気がね。このゆったりした感じが、ね、この3連のアルペジオもまたこう、なんかね、こう心打つ感じがするんで、どちらか好きな方向、だんだん盛り上がっていくとか、こういうのもいいと思います。いろんなアレンジで、この心を込めてね、やっぱり、ね、ありがとうという気持ちだと思うんで、これ、歌ってください皆さん、よろしくお願いします。音楽はやっぱり奏でて歌う。これが最高です。で、ウクレレ面白いと思った方、どんどん楽しんでもらって、どんどんこの楽しさを教えてあげてくださいね。お友達とか仲間とかご家族に、ぜひともよろしくお願いします。さて、ガズレレですが、いろんなことやってます。ガズレレ、ウクレレも販売してますし、本もいっぱい出してるんです。こういうグッズ、ストラップだとか、いろんなグッズ、チューナーとかも販売してますからね。ぜひ、ご案内。これからやるんでご覧になってください。どうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい。で、イベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい。その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるので、よろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっているのか。はい、こちらです。2019年9月1日、日比谷のヤオンデガズレレ。こちらですね。もう、始動し始めてます。今もうちょっとするともう本当に、詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。で、ホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、LINE アットで、最新情報ゲットしていただく。これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがあって、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこれです、これ
はい、ガズレレ歌こんな感じで出てます。1冊につき50曲入っていてボリューム5まであるんで合計250曲ぐらいの歌本になって、ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴーサイコ、これ CD なんですよ、はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いです。あーもう盛りだくさんですよ、もうガズレレで、もうね伝えたいことがいっぱいです、大変です、フォローしておいてください、ホームページ見てください。それではまた音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう。皆さん楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして自分も豊かな、最高ですね、ありがとうございます、またよろしくお願いします、さよなら、バイバイ。